紅葉期の清津川、清津峡は、信濃川の支流である清津川が形成した峡谷。新潟県十日町市小井出から湯沢町八木沢に、かけての全長約 12.5km を言う。1941年に、国の名称及び天然記念物に指定されており、日本三大峡谷の一つとして知られる。観光のために歩行者用の清津峡渓谷トンネルが掘られており、 近くには旅館3軒の温泉街がある。トンネルオブライト清津橋は上信越高原国立公園内にある。中上雪備による険しい岩肌の渓谷日と秋の紅葉で知られる。清津橋渓谷トンネルは全長750メートルの歩行者専用トンネルで、トンネルの途中に3つの見晴らし所、終点にはパノラマステーションがあり、そこから渓谷日を楽しむことができる。 古くは、清津川沿いの遊歩道からの干渉が一般的だったが、1988年に、京国内で落石死亡事故が発生したため、遊歩道は通行禁止となった。その後しばらく渓谷日を見ることができなくなっていたが、地元住民や観光客から要望が多数寄せられたことを受け、安全に渓谷日を楽しむことができるよう、歩道トンネルの建設が決定。 1996年10月1日に、清津峡渓国トンネルが開業した。翌1997年度の来訪者は16万人を超えたが、トンネル内は退屈という意見もあり、2004年の新潟県中越地震後に観光客数は10万人以下へと落ち込んだ。温泉街は1984年度59、豪雪によるなだれ被害も受けており、 なだれ前に5軒あった旅館は3軒に減っていた。2018年に行われた第7回大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレでトンネル全体が中国出身の芸術家マヤンソンの作品として回収された。出口近くに設けられた作品トンネルオブライトはステンレス板張りの壁と沢の水をたたいた床面を用い、渓谷の景色の映り込みが楽しめるようになった。 これが話題を呼び、2017年度に5万人台だった。来訪者は、2019年度は、中途で20万人に達した。清津京の中条設備清津京警告トンネル。ありがとうございます。